第7代、カーライル伯爵ジョージ・ウィリアム・フレデリック・ハワードは、イギリスの政治家、貴族。ビクトリア・朝前期のホイッグ党、自由党政権で、閣僚職を歴任した。1825年から1848年までは、モーペス主爵の儀礼称号で称された。1802年4月18日、後に、第6代、カーライル伯爵となる。 モーペス主爵ジョージ・ハワードとその妻、ジョージ・アナの間の長男として、ロンドン・ヒル・ストリートに生まれる。イートン校を経て、オックスフォード大学、クライスト・チャーチで学ぶ。大学在学中の1826年に、モーペス選挙区から選出されて、保育党所属の庶民議員となる。1830年まで、この選挙区から選出され、 ついで1830年から1832年まで、ヨークシャー選挙区、1832年から1841年までと1846年から1848年に、かけては、ヨークシャー西リディング選挙区から選出された。1848年10月7日の父の死で第7代、カーライル伯爵以下4つの爵位を継承し、貴族院議員に転じた。 保育党自由党政権で閣僚職を歴任し、1835年から1841年にかけてアイルランド担当大臣、1846年から1850年にかけて森林庁長官、1850年から1852年にかけてランカスター工僚大臣、 1855年から1858年までと1859年から1864年までアイルランド総督を務めた。1835年にはイギリスとアイルランドの両方で数密顧問官となる。1864年12月5日にヨークシャーの居城ハワード城で死去。生涯結婚しなかったので子供はなかった。爵位は 甥いのウィリアム・ジョージ・ハワードが継承した。1848年10月7日の父の死により以下の爵位を継承した。ありがとうございます。